電源オン。火炎瓶。じゃあこっから変身遊び行きましょう。でこちらあのセリフモードがあるので、すべてあのセリフモードの状態で鳴らします。でセリフモードはこのトリガーの部分を押しながら電源オン。物語の結末は俺が決める。はいはいはい。これでセリフモード。でこの状態でトリガーを引くと。剣撃を。まあ、これに関してはサウンドアップデートエディションと一緒だね。で、変身遊びはこれ忘れてました。ここね。ここにボタンがあるので、これを長押し。長押しすると、変身待機音が30秒間流れます。で、その間にボタンを離すと、変身音。で、セイバーの変身音は全部で8種類。ブレイブドラゴン、クリムゾンドラゴン、ドラゴニックナイト、エモーショナルドラゴン、プリミティブドラゴン、エレメンタルプリミティブドラゴン、スーパーヒーロー戦記、ワンダーオールマイティ。で、変身した後にこのトリガーを長押しすると、最後に変身遊びをした仮面ライダーのバット必殺技音が鳴ると。おいおいおい、思ってた以上にボリュームあんだな、これ。で、これでボタンを離すと、
世界もワンダーワールドも全て救う。何度でも立ち上がる。決して諦めない。それが人間だ。必殺毒破烈火罵倒エモーショナル必殺劇。そしてお次はリードボタン必殺技遊び。リードボタンを押すとふむふむと。で、トリガーを引くと必殺技音が鳴るんだけど、で、この最後になる必殺技音なんだけど、19種類全部一緒なので、1から19までは読み取り音のふむふむを、で、最後の20個目の音はすっごいんで、そこは鳴らしましょう。ヘッジホック、ふむふむ。
ドラゴン。ふむふむ。金銀の武器。ふむふむ。昆虫。ふむふむ。オーシャン。ふむふむ。じゃあ最後20個目。さあ、お次はブレイズ。ではまずこの状態でトリガーを押すと、水星剣流れの剣撃音。全部で4種類。ライオン戦記、ファンタスティックライオン、キングライオン大戦記、たてがみ標準戦記。この水星剣流れに誓う。僕が必ず、世界を守る。ライオン戦記。天使の誇りにかけ、世界の均衡は僕が守る。必殺毒火。流れ抜刀ライオン必殺にウォーター。ハイドロストリーム。ライオン戦記。天使の誇りにかけ、世界の均衡は僕が守る。必殺毒火。水星剣流れに誓う。世界の均衡は僕が守る。キングライオン。流れ抜刀。
は僕が守る。たてがみ鳥獣戦記。そして最後はエスパーだ。この状態でトリガーを押すと雷鳴拳イカズチの剣撃をオン。残念ながら全部で2種類しかない。ランプドアランジーナ、ゴールデンアランジーナ。奴らが何をしようが俺に迷いはない。ランプドアランジーナ。そして最後は BGM 遊びで全部で6曲。背面のボタンをターン押し、あー出た。これ好きなんだよな。でちなみにこの状態で背面のボタンを長押しすると、でこんな感じ BGM が流れてる間に、あの変身だったり、あの剣撃音だったり、あと必殺技も流れます。これはなりきれるぞ。ほんと CSM だな。
いや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 。いや、シルエット的にはもう全然問題ないわ。こうですよ。こうですよ。で、こうですよ。さあ、ベルトつけました。うい。ちょっと変身やっていこうかなって思うんだけども、あの変身後の後のこういろんな動作あるじゃん。あれがね、未だに覚えてないんだよね、あんまり。でもそもそもここでちょっと振り回すことができないんで、ところどころ違うかもしれないですけど、そこはご了承ください。いやー、腕が疲れる。じゃあお次は水星拳流れ。ちゃんと手もこうやってるから。あの、振り回さないでくださいって書いてあったけど、もうできないよ。そして雷鳴拳、イカズチ。とある異国の地に、イニシエから伝わる不思議な力を持つランプがあった。変身。いや、ほんと腕が疲れる。まあ、そりゃそうだよね。あの、本物の聖剣をね、もっと重いんだから。で、それを思いっきり振り回すんでしょ？さすが、剣士すごいわ。ウレタン。はい、ということで、今回は、究極大聖剣、火炎剣劣化、水星剣流れ、雷鳴剣、イカズチエンブレムセットをご紹介しました。あの、ちょっとありがちな言葉を使ってしまいますが、最高。音量以外は、まあ、劇中よりもちょっと小さめだけど、もうこれも十分よ。もうこれを待ってた。この聖剣のこの塗装の部分もいいわけよ。音量以外は。そしてこの重量感。まあ、振り回すことはできない重さなんだけど、このずっしり感がめちゃくちゃ聖剣っていう感じでいいと思います。音量以外は。これあともう二つ買って、聖剣三本ずらっと並べたらめちゃめちゃエモそう。まあ、ちょっとお金的にちょっとあれなんだけど。いや、いいと思うよ。音量以外は。最後までご視聴ありがとうございました。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。本当にこれ近所迷惑だよ、これ。